どうも、おいすいです。はい、本来ならいつも日曜日に動画をアップロードしてるんですが、本日は土曜日に、動画を上げさせていただいてます。理由はですね、この6月から続けてきた10万円馬券生活というものの、自分の残高があと2000円になりました。本日もね、ちょっとレースがありまして、やらないで明日のG1 秋華賞に全額と思ってたんですけど、やっぱちょっとでも今日勝って増やそうという自分の心の甘さ、自信はあったんですけど外れてしまいまして、残高2000円となってしまって、なので明日の秋華賞は全額残りいきたいと思います。勝負です。しかし2000円って言っても明日僕仕事でして、交通費がありまして往復400円、これがないと帰れないので、残しておかなきゃいけないということで、まあ1600円ですね。1600円を全額明日の秋華賞にぶち込みたいと思います。その結果次第で6月からこの続けてきた10万円馬券生活が終わってしまうのか、奇跡が起きて続けられるのかがかかっております。2000円って中学生で持ってますよね、2000円。今年32歳。来月32歳ですけど。まあこんな長く喋ってもしょうがないです。長いようで短いようでしたけど、6月から続けてこれて、本当に明日の秋華賞で
運命が決まるので、本当に皆さんの予想というか見解とかを本当に参考にしてますんで、今回この動画見てくれた方はコメント欄に明日のご自分の予想などを書いていただけたら、本当に参考にして明日勝負したいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、こうやって喋ってますけど、ものすごいメンタルはやられてるのでね、毎日毎日身の回りの先輩からお世話してもらって、ご飯おごっていただいて、自分はそんな中競馬して、普通だったらムカつくと思うんですけどね、本当に申し訳ない、さらに今日も負けてしまって、まあ喋ろうとしたらいっぱい自分の思いは出てくるのでこれぐらいにしますけど、とりあえず明日僕の運命がかかった秋華賞、もう全財産ですね、1600円、交通費を抜いた1600円、全てを明日の秋華賞にぶつけますということで、明日の結果は明日動画として出したいと思いますので、この馬券生活が続くのか続かないのか、明日の動画を見てください。本日も動画見ていただいてありがとうございました。明日絶対頑張ります。ありがとうございました。